はい、弟子のつぶやき一言よろしくお願いします。もう配信終わりなんですけど、皆さん改めて ありがとうございました、お誕生日お祝いしていただいてとっても嬉しかったです。はい、ちょっと日付変わった時の方が一番びっくりしましたね、師匠。そうですな、ねえ、師匠からのサプライズも待ってるんですけど。おはい、師匠のサプライズに皆さん乞うご期待です。本当にありがとうございました。